1> 1番くじ、東京リベンジャーズトーチャーオンが12月24日に発売するので紹介していきますこちらは1回680円で1ロット80本ですのですべて購入したら54,400円になります A 賞は全員のイラストを使用したイラストボードですお部屋に飾ってイラストを楽しめます 当選確率は80分の2で2.5%です。B 賞から G 賞は花垣竹道、佐野万次郎、龍宮寺剣、馬路慶介、松野千冬、三谷隆のビジュアルタオルです。約100センチメートルと大きいサイズなので使うもよし、飾ってイラストを楽しむもよしなアイテムです。 B 賞から G 賞の当選確率は80分の6で7.5%です。各賞の当選確率は80分の1で1.25%です。H 賞は竹道、マイキー、ドラケン、バジ、シフユ、三ツ矢の手のひらサイズのデフォルメフィギュアです。当選確率は80分の12で15%です。 相性は約 10cm のビッグ缶バッジです。裏面に立てかけ用のパーツもあるので、飾って楽しむことも可能です。当選確率は80分の18で22.5%です。J 賞は竹道、マイキー、ドラケン、バジ、シフユ、三ツヤのアクリルスタンドです。 当選確率は80分の20で25%です。継承は一番くじのデフォルメブランド。プニービーンズでデフォルメしたらバーチャームです。当選確率は80分の22で27.5%です。ラストワン賞は今回の書き下ろしイラストを詰め込んだブックレットです。以上で一番くじの紹介を終わります。ご視聴本当にありがとうございました。 もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。